レータープロっていう製品なんですけど、前にあったカオシレーターの、まあ、お兄さんというか、カオシレーターはこんくらいの大きさ、手のひらサイズ、電池駆動の、誰でも弾けるシンセだったんですけども、それをちょっとお兄さんにして、まあ、もう少しこうカオシレーターから一歩進んでいろんなことできるようにしたのがこのカオシレータープロです。このダイヤル回していくとどん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 音が変わっていく。もう強力というかもうあれですよね、なんだろう、普通のシンセだったらここまで出さないだろうっていうような音をバンバン出るようになってました。で今、ご紹介してるのがリードサウンドっていう、まあ、いわゆるシンセサイザーの、ソロサウンドというか単音で鳴らすような音なんですけれど、これどんどん回していくと、音が変わっていきまして、で初期出荷の出荷状態ですとここに全部、リードとかですね、いろんな種類の音が入ってるんですけど、その音のカテゴリーの1番の音が入ってまして、2番選びますとこうアコースティックのこうビブラコンのサウンドですね。これトランペットですで、ピアノ、ベースはこんな感じです。おお、すごいプリプリしてるね。FM チック。そうですね。おお。すごいですね。こんなの感じで。で結構ですね、この音の数が増えたって言って、その、増えたポイントの中の一個にこのコード系、和音系の音はかなり充実してまして、こういうアルペジエーターっぽい綺麗な音がわーっと入ったりとかします。で、安い、ヘリコプターですね。これちょっとですね、小細工がありましてですね、右上に持っていくと右上にパンサレ飛んでくるんですよ。なるほど。この動画だと分かんないかもしれない。小技が効いてます。あ、本当だ。大きい日です。どんな音だったんで、音色面でパワーアップした、音の面でパワーアップしたところ、第2つ目がですね、このドラムです。何ですかね、カオシレーターの時の音って結構個性的な音というか、変わったこうドラムサウンドがしてて、それでかっこよかったんですけど、もっといわゆるなんかこういわゆる何ですかね、ロック系のドラムであるとか、これタムか、こういうリアルなタムであるとか、こういうハウスの音とか、これも違う感じのハウス、これテクノかな、こういう感じですね。最近のドラム。そうですけど、でもちろん指一発でフレーズもなります。っていうような、そうですね。このドラムの強化が結構なポイントですね。で最後に音の面で、音の面で一番違うのはこのボコーダーですね。今マイクでこれ。ここに繋がってて入力してるんですけど、この状態でパッと触ると、みたいな感じで、お手軽にボコーダーサウンドが得られてしまいますよというわけです。でですね、もう一個ですね、音の面、もう一個じゃない、もう一個使えるんですけど、音の面でパワーアップしてるのが、ちょっとこれ、音という、サウンドっていうか演奏なんですが、ゲートアルペジエーターという機能がありましてですね、皆さんご存知か分かんないですけど、エレクトライブ EMX、ESX についていた、
まあ左側、あの製品の左側についてアルペジエーターみたいな感じで、もうスライダーを使ってコントロールできます。おお、あー、なるほどなるほど。こういう感じで、そっか、アルペジエーターがシンセドにかけてましたけど、パターン、ドラムパターンにも効くようになってまして、こういう感じで、あ、かっこいい、ロールみたいな。これ使っていくと結構いろいろ面白いんじゃないかな、あるいはさっきのおけひなんかが相当面白くてですね、お適当にもとりあえずみたいな感じですね。なんだこれっていう話があるんですけどなんかこうあれですね、8分ぐらいで鳴らしていくと、こうなんかちょっと懐かしい感じの劇ができるんじゃないかなと思います。で、続きましてまた音というか演奏系のところなんですけれども、演奏系でですね、前もカオシレーターにもあったんですけど、このこういうカオシレーター、カオシレータープロがですね、簡単にこう弾ける秘密っていうのは、誰でも簡単に弾ける秘密っていうのは、この XY パッドの、X 方向に音が並んでるんですけど、その音の並びがちゃんとこう、スケールに乗っかってること、音楽的に鳴らしちゃいけない音がもうあらかじめ間引かれてるのがポイントなんですけど、でそのスケールをいろいろ切り替えることができる。このスケールボタンっていうのがそうなんですけど、これを押してここ回してちょっと雰囲気変わってるかな、はい、この辺のマイナーブルースの音がいい感じですねで、カオシレーター、カオシレーターじゃなくてこいつに新しくついてるノートレンジっていうのがあるんですけど、プログラムごと、音ごとにここの幅って基本的には決まってて、だいたい2オクターブぐらいになってるんですけど、もっと正確に弾きたいとか、もっとダイナミックに弾きたいっていう要望がございましたので、幅変えれるようにしてます。あ、なるほど、狭い。あ、1オクターブですよ。で、3オクターブだと、で、4フルってのもあって、これはもう上げれるとこまで広げてしまおうってやつで、もうなんか本当にあの普通のリードの音がベースになっちゃうぐらい、こんなような感じで暴力的な音が、すごいダイナミックに。これで結構ですね、ちょっとじゃあもう少しやっちゃうとですね、これで適当になるんですよ。音を選んでおいて、ゲートワークで遊ぶとですね、もうとんでもないですね、ダイナミックな、プレイができてしまいますと。でこの辺までが大体あれですね、カオシレータープロの、音と、演奏に関するポイントというか、新しいところですね